ナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、YouTuber の皆さん、お元気ですか？フナピーも元気でしょって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もフナピー、島パトに行ってまいりました。はい、今回はユミさんのタルバイユミのトレンドを抑えた大人かわいい新商品を購入してまいりました。それがこちらでございます。カタリボブラウスでございます。リボンがトレンドなんでございますね、最近はね。商品情報はこちらでね。はい、タグと一緒にねスペアボタンもついておりました。なお、こちらのアイテムは一部店舗オンラインのみの販売となっております。見つけたら即買いでございますよ。サイズ展開は一部店舗では MLLL、 うなぴーは LL でございます。カラーバリエーションはこちらのアワウスダイダイ、アイボリーとキャベルの2色展開となっておりました。お値段は税込み1639円でございます。素材はポリエステル 100% で、横にシボのある落ち感のある生地となっております。ちょっとだけストレッチもあります。またシボによってシワも気にならないので、お洗濯も楽ちんでございますわね。ネックラインは細かいギャザーが寄せられたクルーネックに、後ろはスリットの入ったボタンループで脱ぎ着ができるようになっております。余談ではございますが、このままボタンループをつけたまま頭はすっぽり入ります。はい、そしてラグラン袖の右肩にはご覧遊ばせ、トモ布の大きなリボンがついております。これね、自分で結ぶのよ。またお袖はゆったりとしたフレア袖で、二の腕もしっかりカバーできるんでございますのね。そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。待ってます。ではこちらユミさんのタルバイユミの肩リボンブラスでコーディネートしてみたいと思います。ユミさんのバブルイヤリングをつけて、トップスはブランジングして、ボトムスは GU のストレッチフレアパンツに、足元はユミさんのモチーフバックルサンダルに、持ってるバッグもユミさんの扇形バッグで、トレンドのリボンが主役のモノマネコーデをしてみました。結構ね、足がつるのよ、このポーズはもうやりたくない。はい、うなぴーが今回購入したこちらユミさんのタルバイユミの肩リボンブラウス、ちょっと今ねブランジングしてるのでアウトにしてみますわね。はい、164センチのフナピーが LL サイズを着用して、こんな感じ、右肩の大きいリボンがついた足デトリで、どちらから見てもリボンでインパクトのあるデザインでございます。リボンは自分で結ぶタイプなのね。着用してからだと大変なので、フナピーは着る前にリボンを結んでから着用いたしました。はい、このように身幅は程よいサイズ感でございます。丈は腰回りがちょうど隠れるぐらいの丈となっております。ただ
こんな風にアウトで着用すると少しやぼったく見えてしまいました。ここはやっぱりね、ブランチングでしょう。そしてシボの入った生地でさらりとした肌触りでストレッチ性もあるので着心地よく着用できました。フレア袖はこのように肘まであるお袖で、フノピーの持ちっぷ用二の腕もしっかりカバーすることができました。このように手を上に上げると脇が少し見えるぐらいになっております。まあ、このぐらいだったらインナーはいらないんでしょうかね。手を開けてもこんな感じ。それにね、透け感もございませんので1枚で着用できます。なんだかんだ言ってもこれからね、30度超えの猛暑だったら1枚で着れるのは嬉しいございますわね。では次行ってみましょう。トップスは前だけブランジングして、肩に大きなリボンがあるのでアクセサリーいらずでございますわね。そしてボトムスは星玲奈さんのチェック柄チュールスカートにブラックのウェッジソールサンダルとブラックのメッシュバッグで都内へお芝居を見に行くきれいめコーデにしてみました。はい、アクセサリーはね、首元ではなくイヤリング、こちらユミさんのフープイヤリングをつけてみました。では次行ってみましょう。ユミさんのブラウンのフェイクレザーバングルをつけて、トップスはブランジングして、ボトムスは GU のスリット入りデニムナロースカートに、足元はスニーカーではなくベージュのサンダルで、ムーさんのスマホショルダーバッグを差し色にしたちょっとそこまでの大人カジュアルコーデにしてみました。時折ね、リボンが動いちゃうんでね、こんな感じで整えてあげるのがおすすめでございます。時々ね。今回はユミさんのタルバイユミの肩ボタンブラウスでコーデいたしました。トレンドのリボンが主役のモノマネコーデ、お出かけきれいめコーデ、大人のカジュアルコーデ。さて、フナピーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。はい、これでフナピーのシマパト&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。はい、じゃんけん用意はいいかな。はい、じゃんけんぽい。フナピーはパーを出しました。バイバイ、また見てね。本当に見てね。肩リボンプローバーで、プローバーじゃなかったな、前の嫌なね、ブラシなのね。でもプローバーなのよ、本当にね。ただね、こんな風にアウトで着用して、手をね、上に上げても、でのちょっとね、付け根ぐらいまでね、見え、